はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ウェリントンでございます。本日もですね、こちらやっていきましょう。フォレストビレッジ、だいぶほら最初の頃くらいってね、町らしくなってきた、町らしくなってきてませんか。かですからね。まあとりあえずはまだし、思ったよりね、村のね、人口が増えるのが早くてですね、家を一軒作っただけ。だってそれはね、正直言って非常にまずい。まずいので、ちょっと人口、食料をね、また確保したいなと思います。でもこの辺ね、あたり一体ちょっと畑にしようと思って、こっちはね中心街なんで、大収穫ですね。1800ですから3000いくか。まあでも足りねえな、多分。一人頭どんだけの消費量っていうのがね、大体分かればいいんですけど。古い家を壊すわけにもいかないし。人口が増えるのだけは本当に良くないんですよ。学校に一人進級。大丈夫だな。倉庫がいっぱいになりかけてますよっていうアナウンスですね。大丈夫でしょう、ね。ほんとこね、疫病も災害も今のところはありませんが、めっちゃ服持ってくるな、みんな。
さて、どうなってるかな。この辺もね、ちょっと整理しないとダメなんだよ。3500。なんで6かかる。花が必要。花とグラス。ちゃんや42歳。平らにできん。あ、じゃあこれくぼみか。ツールがなくなるのが早いよね。子供の増えるペースも早い。
むしろ一応整地しちゃったところは、これ道なんか作らしたっけ。フリータワーオランジー服も貯めて一人ずつ綺麗な割り振りたいな。はちみついるんや。なんか立てたよな。さあ、ここから作っていきますよ。きれいにした。Thank you.
しよし。でも作らせようか。よいしょ。子供が生まれるね、本当。人口の増加率が半端ないな。
来てないからか。意味分かった意味分かった。そうだそう、できてないから。よいしょ。時間かかりそうだな、ちゃんと整備すると。全然できんじゃん。進行スピードが遅すぎる、やっぱりお前は。まだこっちは。どんどん来い、どん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 来い、働けるやつどんどん来い。入れてみようか、ここもしかしたら入れるだけでもいいのかもしれない。
してないけどね、実際。何もしてないけど、これで出すとなるかな。ああ。作ったら畑作らせようか。ああ、なるほどね。トンカチ2ハイクオリティ。あ、そっか、なるほど、理解した。石と作るものがないって。これで OK。 こうすれば、あ、次はここまでポテトにして、食料の減りも減る。で、しましょう。一応通すことにして。まだ大丈夫でしょう。するんだ。
これで衣服のね、生産率は取れました。さて、本日もご視聴ありがとうございます。こちらでね、ちょっと今日は終わりたいと思います。次回ですね、ちょっと、村の生還を気にせず、とかいろいろとやっていけたらなと思います。で、まあ、現状食料がですね、20年目、村の振興が20年目、それで、43名、村人がおります。なんか食料が魚が3300、じゃがいもが3400、まあ、6000ぐらいあるわけですね。またかといってね、まあ、闇雲に作るわけではないですが、これからもまたねゆっくりやっていきたいと思います。今度からね、何村の生還とか風景とか外観とか禁止ながらやっていきたいと思います。政治とかね、ちょっと付き合いながらやってきます。それではご視聴ありがとうございました。